が売れるペイペー磨きかかるドリームチェイサー。読売ジャイアンツ対スワローズマリーンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発ミル西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口打ったバッターは DH 柳田、ピットでランナーを一塁に置いています。マウンド上メルセデス、そしてキャッチャーは打ちました。さあそして打席には坂本が入っています。さあワンアウトになりましたが、一打先制のチャンス、まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。チェンジアップには反応しません。ボールです。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、低めにストレートが決まっています。引っ張った。さあそしてバッターボックスには丸が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。バッターよく見ました。際どいコース、ボールです。3球目打ちました。さあこれからマリーンズが守備につきます。そしてマウンドに吉川が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球空振りです。次が2球目、インサイド打ちました。さあそして打席には坂本が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。打ちました。さあそしてバッターボックスには岡本が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでした。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。低め見ました。ボールです。さあ3球目は何か、鋭い球わずかに外れています。156キロ。これは手が出ないか、ストライクを取ります。2ストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。さあそして打席には王が入っています。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えて先取点を与えないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。2球目打ちました。センターに大きな打球、宇宙間へ。2回表に入ります。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターは5番吉田。マリーンズ1点ビハインドで迎える中盤の攻撃です。釣り球でしたね。はい、高めストレート外れてボール、打ちました。バッターボックスには6番中村メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。インサイド落ちました。バッターは7番に入っている浅村。ツーアウトランナーありません。初球わずかに外れてボール、いい球ですね。はい、外のストレートがストライク。147キロ、変化球が高めに外れています。次が5球目、見逃し三振、スリーアウトチェンジ。2回の裏ジャイアンツの攻撃、
バッターボックスには指名打者の松井。マリーンズ1点ビハインドとなっています。インサイド弾き返した打球はセンターへ。バッターは7番に入っている小林。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。8番バッター丸。ツーアウトランナーありません。インサイド打ちました。試合は最終回まで来ました。追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスは8番中田。マリーンズ1点ビハインドで迎える最終回です。西さん、最後の攻撃何としても塁に出たいですよね。まあそうですね。いや、インコース詰まりました。バッターは9番に入っている小林。メルセデスまずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスには代打の宮崎。メルセデスまずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か。まず打ちをついてきました。2球目は何で来るか。ボールカウントはワンボールワンストライクです。インコース詰まりました。打順はトップに返って亀井。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトになっています。これが2球目。引っ張った。これで3アウト。試合終了になりました。千葉ロッテマリーンズ2敗戦となってしまいました。小宮山さん、残念ながら黒星を